ってます。では今から毒を出してみますので、皆さんは牙の先をご覧ください。はい、じゃあいきますよ。はい、毒出します。はい、さあ今牙の先にちょっと雫がついてるの見えますか？はい、ちょっとね、後ろの方は大変見にくいと思います。今ね、牙の先に雫がちょっとだけついてます。はい、ではね、今度垂らしてみましょうか。はい、垂らしますよ。はい、いきます。ほら、はい、こちらももう一滴ぐらい。はい、今されたのがハブの毒になります。まあ、このハブさんまだまだ毒持ってるんですが、次のショーでも使えますので毒を残しておきたいと思います。まあ、そして大体ハブ1匹で大人の方2人から3人の命を奪うだけの毒の量を持ってると言われてます。まあ、ですから万が一ハブに噛まれてしまった場合、大切なことは手当ての仕方です。まあ、手当ての仕方は資料館に展示してありますので、興味がある方は後でゆっくりご覧になっていってください。ではこのままハブ持ってると本当に危ないですので、一旦ハブさんには退場してもらいたいと思います。はい、ではハブさん